音速パソコン教室講師の初谷です。今回は Windows 10のパソコンで Skype を使う方法を解説をします。はい。で、そもそも Skype とは何なのかがわからない方も多いと思いますので、手短に説明します。すでにご存知の方は、今画面に出ているところまで動画を飛ばしてください。Skype というソフトをパソコンに入れると、例えば、 パソコンを通して離れた家族と会話することができます。例えばパソコンを通して外国の先生とオンライン英会話をすることができます。例えばパソコンを通してグループ会議をすることができます。しかも無料で行うことができます。で、スカイプをするにはこのヘッドセットと呼ばれる機械が必要です。これはイヤホンとマイクが合体した機械です。 家電量販店で1500円ぐらいで売っています。ただ、最近のパソコンは、このイヤホンとマイクが内蔵されていて、このようにヘッドセットがなくても喋れるパソコンも多いです。一度、パソコンのメーカーに確認してみてください。はい。ではここから本題のスカイプの使い方を説明します。まずこのスタートボタンをクリックしてください。そして A、B などアルファベットが並びます。 この S のところまでマウスの真ん中の車輪をくるくる回して下に下げてください。S のところに Skype のソフトが入っていることを確認してください。でもしこの Skype のソフトが入ってない方は今画面に出ているところまで動画を飛ばしてください。Skype の入れ方を解説します。はい、では Skype のソフトを見つけられたらこちらをクリックしてください。Skype が起動されます。はい。そして もし許可しますかのような画面が出てきた場合はすべてはいをクリックして先に進んでください。はい。で、この左の上の画面がこのようになっている方はスカイプにログインできている状態です。そしてスカイプを使える状態なんですね。はい。一方、このような画面が出てきた方はまだスカイプにログインできてないんですね。 その場合はこのサインインをクリックしてください。サインインとログインは同じ意味です。はい。では、ログインできたら、早速、スカイプで話す相手を探しましょう。そうするには、このスカイプを検索の窓をクリックします。そしてここに、相手のスカイプ名を入力をします。スカイプ名はどこに書いてあるのかというと、この左上の ユーザープロフィールをクリックし、はい、ここに書いてあります。メールアドレスかアルファベットです。相手にも同じことをしていただいて、そしてこのスカイプ名を教えてもらう必要があります。はい。で、ここに相手のスカイプ名を入力をします。例えば、今から私が話したい相手は伊藤哲夫さんなんですが、この伊藤哲夫さんのスカイプ名は、 aj5thttn なんですね。で、aj と入力をしてヒットする場合もあれば、最後までこのように打って初めてヒットする場合もあります。はい。で、相手がヒットしたらこちらをクリックします。そして、この電話のマークをクリックします。そしてスカイプを呼び出すをクリックします。まあ、ちなみにこのビデオのマークをクリックすると、 相手とビデオ通話、つまり顔を見ながら話すことができます。今回は顔を見ながらではなくて音声だけの通話にします。こちらをクリックしてスカイプを呼び出すをクリックします。はい。で、今、相手と接続しています。で、相手が出てくれたら話すことができます。で、もし、 相手の声が聞こえなかったり、自分の声が相手に届いてないようでしたら、まずこのマイクのマークがオンになっているかを確認してください。マイクのマークがこのようにオフになっていると自分の声が相手に届きません。こちらをオンにします。さらに、こちらをクリックし、デバイス設定をクリックしてください。はい。そして、スピーカーを違うものに変えてみてください。それから、 自分の声が相手に届かなかったらマイクも違うものに変えてみてください。そして OK を押して相手と会話できるかを確認してください。はい。もし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 あ、はい。え、こんにちは。よろしくお願いします。こちらもそよろしくお願いします。はい。こんな感じで相手と会話をします。はい。じゃあ、すいません。ご協力ありがとうございました。はい。はい。で、この電話を切る赤いボタンを、まあ、こちら、 でも、相手でもクリックすると、相手との通話が終了します。はい。で、閉じるのボタンを押します。そして、スカイプを終了するには、この右上のバツボタンを押していただければ終了できます。以上がスカイプの使い方についてでした。はい。では、この動画の最後に、スカイプのソフトをパソコンに入れるやり方を説明します。スカイプのソフトが入っている方は、もうこの動画は終了してください。で この S のところにスカイプのソフトが見当たらない方は、まず Yahoo のホームページを開いてください。はい。そして、検索窓をクリックして、S、SKYPE と入力をしてください。スカイプです。そして Enter キーを押して検索してください。はい。そして、検索結果の上から何番目かに、 この緑の文字が www.skype.com スラッシュ JA となっているハイパーリンクがあります。このハイパーリンクをクリックしてください。はい。そして、スカイプを入手のボタンをクリックしてください。はい。そして、インストールをクリックしてください。はい。そしてしばらく待ちます。そうすると、起動というボタンに変わります。 起動というボタンに変わったら、この画面はバツを押して閉じてください。はい。で、そ、このホームページもバツを押して閉じてください。で、スタートボタンをクリックし、S のところまでマウスの真ん中の車輪をくるくる回してください。そうするとスカイプのソフトがインストールされていることを確認できます。今回の動画は以上です。